くん、口見よか。にっかどうもこんにちは。はい、ということで今日はですね、初めての離乳食、なんていうのこれ、市販の離乳食、食べたいと思います。まあ今まで結構ね、 お野菜とかさつまいもとかちょっとした果物とかをあげてたんですけど、市販のは初めてということで2個ご用意しました。緑のお野菜とさつまいもと普通のおかゆかな、かつお節入りおかゆですね。まあ片方しかあげないのかな今日は。おかゆでいい？じゃあおかゆの方を今日あげたいと思います。まあ初めての離乳食なんだけど、市販の離乳食なんだけど多分食べると思うんで。はい、キくん、うん、さつまいも食べたいね。キくんはさつまいもがね一番好きなんだよね、野菜の中では。まあ甘いからだと思うんだけど。あれさつまいもとあと何か食べたっけ、よく食べるやつ。さつまいもぐらいだよね。うん、でも最近豆腐も。豆腐も好きなの？わかんない。ブロッコリーとかあんま食べないよね。はい。これをどうやってあげればいいんだ？ちょっと温めた方がいい。温めた方がいい。ということで、まあ、これを今から温めて、何口かあげたいと思います。あ、カツオの風味がすごい。そうなの？うん。ちょっと匂い嗅いでみよう。あー、すごい、すっごい鰹節の匂い。なんか赤ちゃんってあんまり味しないんじゃないんだっけ、離乳食とかって。こういう市販のするのかな。すごい匂い強いんだけど、本当おかゆって感じ。大人が食べる。おーおーおー、手があげるよ。キくん、どう？キくん多分甘いのが好きだから、かつお節は結構あキくん、美味しくない、美味しくない。甘っ。あれ、食べるじゃん。結構。甘っ。でも鰹節がちょっと入ってる感じがする。わかる？うん、ほら。え？てんてんてんって。わかんないな。わかる？あ、ほんとだ。多分カメラじゃわかんないな。おお。おいしい？甘っ。おいしいかい？きく。鰹だし初めてなんじゃない？あ、でも結構食べるね。うん。甘っ。美味しい。美味しいかい。うん。もうちょっと。美味しいか。カメラ好きだね。あ。はい、あーもう飽きてきちゃったかも、飽きてきちゃったかも、あーもう飽きてきちゃったから、スプーンがおもちゃになっちゃった。スプーンタイムですね。
10口ぐらい食べたんだよね。うん、さつまいもの時どのぐらい食べたの？もっと食べてる？うん、そっか。でもさつまいもほどじゃないけど、でも結構多分食べてるね。普通のブロッコリーとか食べないもんね、あんまり。一番ほうれん草を食べる。あ、そうなんだ。まあ、今度食べ比べもね、してみようね。ねきくん。うん。はい、ということで今日はなんだっけ、かつお節入りの おかゆ、市販のおかゆでした。きくんバイバイ。きくん、きくんバイバーイバイバーイ。みかん、うん。Thank you.